疲れ様です。お疲れ様です。さあ、我々はお盆休みをいただいて、はい、お盆休み明けということになりますけれども、はい、ありがとうございました。渡辺さんはどんなお盆休みを、はい、僕はですね、うん、まあ、やっぱりもちろんなんですけど、まあ、子供メインで、うん、はいはい、まあ、行ってきたんですけどね。どこにですか？群馬にある、はい、まあ、群馬にあるんですけど、うん、お名前はあの軽井沢おもちゃ王国という、本当、まあ、こうしばらく山を登ってく感じだったんですけど、はい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 、意外とですね、はい、遠かったですね。遠かった。あの高速降りてから、はいはいはい、下道で1時間半くらいかかって、あ、なるほど、意外と距離あって、うん、でもまあそこにこう屋外にこうでっかいアスレチックとか、はい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 、もうテンション上がりまくってですね、子供は、子供が、はい、もう大喜びで、ああ、よかったじゃないですか。そうなんですよ。でそこにもいろいろなんていうんですか、ちっちゃいジェットコースターとか、ゴーカートとか、ああ、はいはい、ゴーカートは乗りたい乗りたいって、だからもう最初それがどんぐらいですかね、40分ぐらい並んでゴーカート乗る、結構並ぶね、並んで、その他のなんか、うん、なんですか、あのメリーゴーランドとか、はい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 、コーヒーカップみたいなやつとか、はいはい、あれとかはこう1回分待てば、うん、大体ほとんどの乗り物は、あ、まあ、割とスムーズにね、ゴーカートだけが、ゴーカート人気なんだ、人気でしたね、うんうん、そしてですね、うん、僕が最も乗りたくなかった、はい、観覧車がありましてですね、あ、観覧車、え、苦手、ダメなんだっけ、高いとこ、僕高いとこ嫌いなんです、ね、はいはい、観覧車、はい、だからもうそれだけは嫌だったんですけど、ほう、どうしても乗りたい、乗りたい、それはそうですよ、はい、乗りましたよ、うん、僕、うん、もうずっと俺こう座ってました、あんまりこう見ないようにして、そんな面白くないオチで話を、いやー、すみません、はい、まあまあまあ、でも本当に、まあ、楽しんでくれたし、うん、まあ、良かったかなと、いう、本当に、まあそうですよ、子供のためにね行ってるわけですから、で、鍋ちゃん的に一番なんか自分の中での、はい、こう楽しかったみたいな、良かったみたいな、なんかあんの？僕はですね、うん、もう楽しかったというか、うん、クワガタとカブトムシの、ほうほう、なん、あれなんていうんだろう、昆虫展みたいなのが泊まった場所でやってたんですけど、世界のカブトムシとか、はいはいはい、クワガタっていうのが、ほう、目の前にいるわけですよ、うん、はい、いや僕それ正直テンション上がって、それでへ全然興味なさそういやいや本当なんかヘラクレスとか、いや、そうですよ、そうですよ、うんうん、めっちゃでかいんですよ、はいはい、しそんなでかくないでしょこんぐらいですこんなでかくないよ、いくらなこんはい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 、まあまあね、角がすごくあるとか、はいはいはい、うん、あとはあれどこのやつ、クワガタで、うん、黄色なんですよ、色は、あー、なんか見たことある、いや、もう本当いろんな国ここで、うん、生息してますって書いてあって、はい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 、いや、あれ見たら僕ちょっとテンション上がりまして、あー、あれ良かったですね、全然興味なさそう。で、伊藤さんは、はい、私は、うん、初日、はい、に、はい、念願のコストコに、はい、行ってきたわけですね、はい、行ってきました、ついについにコストコデビューしました。はーはー、あー、よかった、まあおめでとうなので、どうだったんですか？めっちゃ楽しかった、楽しかった、うん、あー、これもテレビで見たことある、あー、これもコスコさんが言ってたみたいな、コスコさん、コスコさん、コストコ通のコスコさんっていう人がいるんですよ、そう、それでもうテンション爆上がりでしたね。お、うん、また行きたい、また行きます、ああ、もう行く、行くの決定してる、決定、はいはいはい、よかった、そっか、はい、すごい楽しくて、で、うん、で2日目は、うんうん、まずお家の大掃除をしました、はいはいはい、はい、で3日目は、うん、前から言っていた、うん、いつもお世話になっているサロンさんのオーナーさんが、うん、はい、我が家にお二方、宅飲み、はい、宅飲み、うちの旦那さんが企画した宅飲み開催されまして、うん、はい、それに向けて大掃除、お料理の仕込み、ね、などさせていただき、うん、まあ伊藤さんも言ってたけど、うん、やっぱり人が来るとどうしたってそれはほら片付けなきゃいけないじゃん、いや、そうですね、ね、綺麗にしなきゃいけない、うん、
まあ、おかげでおうち綺麗になったりとか、うん、すごいなりました。そういう意味ではね、はい、で伊藤さんやっぱりそれを体験なさったってことで、はいね、やっぱりおうちともども、はい、お店もね、はい、やっぱりお店はもう常に人に来てもらう場ですから。そうですね、もうちょっと伊藤さんもねお店綺麗にしてもらえるとあ、そうなんだよね、うん、助かるなっていうね、うん、気はしますけれども。そうですね、あ、そうですか、はい、楽しい3日間を過ごさせていただきました。あ、何よりでございます、はい、うん、で、うん、代表はうちはね、まあ、うちも当然子供のためのってことで、うん、今回は那須に行ったんですけど、うん、で、上の姉ちゃんはもうとにかく那須ハイの、はい、もう絶叫系に乗りまくりたいという子なんですね、はいはいはい、で下の小学校3年生の男の子は、うん、俺無理俺絶叫系無理っていうやつなんで、うん、でもうね、下のチビはね、はい、とにかくねプールに行くのが好きで、はいはいはい、もうプール遊びするのが好きで、うん、でいろいろ探したらですね、はい、最初はその那須ハイ、うん、で泊まるところも那須ハイの近くのコテージだったんで、はいはい、でなんか最初はそのすぐ割と近くにあったんですよ、なんかプールが、うん、それがですね、日曜日で終わったんですね、え期間が。あ、つまり行ったの次の月曜日です、ね、まあ、僕ら月曜日からですから、うん、前日でもう終わっちゃったんですね、はいはい、そこが、うん、でいろいろうちの奥さんが探したら、うん、まあ、結果的にその那須ハイのあたりから1時間半くらいまあまあありますなところに、まあ、いわゆるその屋外 の、はい、そのプール施設、はいはい、うん、なんかちょっとあのウォータースライダーみたいなのがあって、あ、はい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 、うん、っていうところがあって、ええ、まあじゃあそこに行くってことになった、はいはい、ところがね、はい、月曜日の夜もコテージに泊まって、うん、でバーベキューで夕飯をそこで食べる予定なので、うん、はいはい、そのプールの場所から1時間半かかるわけですから、うん、そこまでね、うん、そうすると月曜日出て、うん、お昼ぐらいに着いて、うん、でもう2時間まあ頑張って3時間くらい遊んで、うん、もうコテージ行かなきゃいけない、はいはいはい、時間的にね、そうするとね、もううちの下のチビからするとえもうみたいな、物足りない、物足りない、うん、もうこうなるのはもう明白だったんで、はいはいはい、もうお父さん頑張って、うん、日曜日の夜、うん、出発しまして、はいはい、ね、はい、で途中でもうちょっと車中泊で時間を潰して、はい、もう朝一からプール、うんうんうん、っていうプランにしまして、はい、ね、で下のチビなんかね、まあ、僕の車4駆でちょっと大きいですから、はいはい、荷台をちょっとこう作ると、うん、もう下のチビなんかはそこで全然普通にもう寝れるわけですよ、うんうん、そうですね、ね、で後部座席も丸々開ければ、はい、お姉ちゃんもそこでまあ寝れるわけですよ、はいはいはい、ね、いいですね、僕と奥さんですよ、はい、で僕なんかもう後ろでお姉ちゃん寝てますから、うんうん、シートもまともに倒せないんで、もう本当もうこの感じですね、ちょっとカウント仮眠ですね、うん、もう ほぼ寝れないですよ、そうですね、ぐらいの感じだったんですけど、うん、まあそれで朝から月曜日はもうプールに行き、はいはいはい、で、予定通りまあ3時ぐらいかな、3時4時前ぐらいに出発して、うん、宿泊施設の方に行き、うん、途中でちょっと買い物をして、うん、そこでバーベキューをして、うん、夜ご飯を食べて、うん、で、翌朝、うん、もうまさに朝一から、はあ、那須ハイへ行き、なるほど、開園と、もう生まれて初めてですよ、開園前にも、でもやっぱ車が何台かは止まってるんですね、はい、開園を待って、はいはいはい、そこに着いてですね、はい、いわゆる駐車場も、うん、本当に一番前の A ゲート、うんうんうん、もう ABCD ってこうゲートいっぱいあるわけですけど、はい、駐車場のスペース、はい、一番前のスペースのところに車を止めてですね、なるほど、もう入場、もう開園とともに入場と、素晴らしいいうね、はい、感じなんですけど、はいはい、でもお姉ちゃんと奥さんはもう絶叫系にとにかく行くと、はい、僕は下のチビを連れてね、はい、そういう絶叫系はもう下のチビが乗りませんから、うんうん、園内をプラプラし、うん、なんか動物触れ合いコーナーみたいなところがあったり、まあ、いいじゃないですか、蛇巻いたり、あ、その写真見た、まあそういうちょっとこうのんびりした割とこう時間をそこで過ごし、はいはい、ね、はい、で
なんかね、漫画に行く、こんなあるってなって、はいはい、ね、当初は、うん、おいいねっつったんだけど、うん、3000円もするんですよ。高っ、うん、なかなかいいお値段、うん、いらないねってなって結局漫画肉は買わなかったんですけどね、はいはいはい、まあもう遊園地、ただ当初、うん、その F2 っていう、あの足がブラブラするジェットコースターがあって、はいはいはい、もう一番それはもうお姉ちゃんなんかも乗りたかったんですよ、うん、だけど行ったら、うん、なんか点検のため、うん、今ちょっと動きませんってなってて、たまにそういうのあるよな、いやそれはまあお盆時期も過ぎてね、うん、いわゆる書き入れ時を過ぎてね、うん、何も今日やらんでもみたいな、うん、でうちのお姉ちゃんね、今までも旅行行って、その旅行先のなんかちょっとアトラクションのビッグイベントみたいなやつが、うんうん、ことごとくね天気が悪くてとか、うん、当たりが悪いんですよね。なるほど、またかよと思ったら、はいはい、まあね、その後しばらくしたら点検が終わってね、うん、お、うん、結局動いて、お、うん、まあひとしきりね絶叫系楽しんで、うわー、よかったですね、うん、で僕としてはね、やっぱチビにもね、何かはちょっと体験してほしくて、はいはい、そしたらね、VR、うん、はあ、おー、 VR をつけての、はい、逆バンジーなんか体験みたいなのがあったんですよ、はいはいはい、うん、上にってことですね、うん、そう、あれを VR をつけてっていう、はい、でその前に同じく VR っぽいので、はい、なんかね、銃みたいな、おー、うん、なるほどね、それはまあほら絶叫系じゃないから、うんうん、まあなんかチビも面白いっつって、うんうんうん、でじゃあ、まあ、まああれ VR、まあ、映像だからなっつって言ったんですよ、うんで実際だから椅子があって、うん、まあ、そこにただ座ってね、うん、外から見たら何にも別にほらね、まあ、うん、まあ、言うたら座ってるだけですよ、はい、多少椅子がこうガタ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 で揺れたりはするけど、はいはい、ね、はい、実際外側の人から見たらさ、これつけてただこうやってるだけですからね、まあ、そうですね、そうだよね、で椅子が揺れたりちょっと扇風機みたいなのが前にあって、はい、まあ、風が吹いたり、うん、みたいなのはあるけど、うんうん、でもね、うん、あれ VR ってなかなかすごいね。いやー、そうでしょう、うん、やったことないけど。で実際これつけてさ、はい、ヒャーンってこう上がっていくんだけど、はいはい、もう最終的にはね、大気圏突破して宇宙まで行くんですよ。そこまで、うん、そんなに。で宇宙ステーションぐらいのところまで行って、はい、もう地球でも本当すごいよね。こうやって見るとさ、うん、本当にこうもうちゃんとこういう風に見えるんだよね。へー、うん、で下見ると本当にこう高いところから下見てるみたいな映像になるわけよ。はいはいはい。で今度宇宙ステーションのあたりから今度急降下ですよ。ピャー、怖ー。でちゃんと大気圏超えるときはさ、映像はさ、熱、燃えるみたいになるんですよ。バー、大気圏ってね、はい、バーってなる、はい、熱みたいになって、へー、うん、で今度ビャーって地上まで来ると、で今度はスパイダーマンみたいにさ、はい、もうビル群の中をさ、ヒャーって言ってこう、ヒャーって、あ、ぶつかるぶつかるみたいな、ヒャーみたいなさ、へー、思ってるよりもね、なかなか臨場感もあって、うん、うん、で終わった後どうだったおいで、やる前にね、はい、もうどうしても怖くなったらもう外しちゃえば何にもないわけですから、はいはい、ね、うん、うん、だからこうどうしても怖かったら外せばいいってとか言ってて、うん、終わってどうだったって言ったら、途中でね、やっぱ怖くなった時にこうやってね、下ちょっとっで、チラチラ多分こうやってたよね、やったんですね、現実に。あ、なるほどね、うん、でもなんかだから、すごかったとか言ってたけど、まあそうでしょうね、もうなかなかの臨場感でしたよ。へえ、 VR すごいな、俺ちゃんとした VR って多分初めて見たっていうか、はいはいはい、だったと思うんだけど、うん、いや、VR ってなかなかのもんだなと思ったね。そうなんですね。ああいうの見ちゃうとさ、はい、VR のゲームとかさ、うんうん、実際どういうもんなんだろうとかちょっと興味出てきちゃうね。はいはいはい、でもまあまあ面白かった、ね、へー、そうなんだね。そうそう。でまあもうそれで遊園地で遊んで、はい、まあ帰ってきて夕方、まあ、7時ぐらいにはお家に、うん、まあ、着いたぐらいの感じで、はいはい、うん、まあもうだから本当にもう休みはもうフルに、うん、子供のためにね、うん、もうこうやって仮眠して頑張って家族サービスをしたと。
素晴らしいということでございました。喜んでもらってね、何よりですよね。もうあのでお土産屋さんみたいなところをこう行くとさ、いらんてっていうようなお土産もいっぱいあるわけじゃないですか、ね。そしたらうちのその下のチビがさ、これが欲しいって言ったのが、まあ、我々世代だと一番ピンとくるのは、あのフラワーロックみたいなやつあったでしょ。音に反応して、音に反応してこないと動くやつ、はい、はいはい、ありました。あれのなんかサボテンみたいなやつがあったんですよ。見たことある、いや、いらんてと思って、どうすんこんなん、いらんてと思って、まあでもね、あのやっぱり旅行の思い出だし、まあ何にせね、あのやっぱ奥さんがね、やっぱチビには甘いんでね、こうてやったわけですよ、そしたらね、今のやつってさ、なんかあのまずね、曲がね、なんか90曲ぐらい中に入ってるんですよ。ね、そんなに、でしかもね、なんかね、録音っていうか、できて、自分が喋るじゃない、そうするとこうそれをね、録音してこいつが喋る、また喋るんですよ。しかもなんか声がちょっと高鳴るんですよ、面白い、おはようとかっつってこうやると、おはようみたいな感じ、こんななって、すごい、それが何がおもろいんだか、もうね、ずっとそれ初日に買ったんですよね、もうコテージにいる時からずっとそれで遊んで、いや、いいですね。でもキャッキャキャッキャ言ってねいいじゃん、まあまあまあ、何よりの、まあ楽しんでもらって何よりでしたね、そうですね、まあだから本当ありがたいですよ、喜んでもらえれば、そうですね、それが一番なんでね、だからまあ3日間ですから、言うて我々の休みはね、まあ3日間だとまあちょっとそんなにこう遠出までは難しいところもあるんですけど、だからまあうちなんかはお姉ちゃんが今中学2年生ですからね、今度3年生になって高校生になっていってもうちょっと大きくなってくるんで、まあどっかの節目でね、まあ普段こうお仕事をまあ頑張って、でちょっと特別にね、もう少し長い時間いただいて、みたいなのもね、そのうちしてあげなきゃいけないかななんてね、思ったりもしましたけどね、まあ久しぶりの、まあ、のんびりはしてないんだよね、だから我々的にはそうっすね、我々的にはのんびりはしてないんだけど、まあ家族的にはまあいい思い出作りという ね、感じでね、で本当はだからカメラとかも持ってって、まあちょこちょこは撮ったんですけどね、やっぱりね、まあ、ああいう日はなんかもう自分が撮りたい映像はもう撮ってらんないですね、そう思います、思うほど撮れない、なんでね、まあちょっとそこら辺はね、であとはもう唯一その僕がその那須とかそういうところまで行って、一番楽しみにしてた星空とかね、もう土砂降りで夜あ、そうだったんだ、夜土砂降りで、もう星空どころじゃねえよと、でコテージって結構奥、山奥の方にあるんで、あ、もうホラー映画ですよ霧とかもすごくて、なるほど、もう怖いぐらいな感じですね、そう、でバーベキューしてたら、暗闇の中から猫がいて、猫の鳴き声がしたんですよ、ね、で別に俺からしたらもう猫やん、でこうちょっと明かりこうやって見たら猫がいたんですよ、一匹、なんだと思ったんだけど、なんかやたら子供が結構怖がって、なんか気持ち悪い、こうなんか不気味なんだよね、やっぱ周り真っ暗だし、そんな中で、でそのうちこう上がってくるんじゃないかみたいな感じで、結構下のチュビなんかビビっちゃってさ、大丈夫だよなんつってさ、まあそんなぐらいの話ですけどね、まあ次の我々の一番長いお休みっていうのはもうお正月、三が日の三連休っていうのがね、まあ長いお休みっていうのはもうお正月になるんで、それまではね、一生懸命また頑張ってね、たくさんの人に喜んでもらって、そのおかげでまたこういう日がね過ごせるように、また一生懸命これからね頑張っていきたいなと思ってるんですが、まああと今日は最後にですね、もうキンキンですけど、キンキンですけど、明日、ライブ配信を行いたいと思います、もう緊急ですけどね、まあもともとライブ配信はまあ一応まあ僕らの中ではまあなんていうんですか、ちょっとスケジュールを見ながら、まああの
まあ、月に1回ぐらいはやれたらいいなとは言いつつもですね、うん、あくまでもまあちょっとおまけ的な感じもあるんで、はい、まあ、今月もちょっとどうかなとは思ったんですけど、明日ちょっと時間が作れそうなんで、まあ、急ではありますがね、はい、明日、ライブ配信を行いたいと思いますので、はい、まあ、急なんでね、まあ、本当にお時間ある方は、覗いていただければなというふうに思っていますし、あまりにもね、お時間ない方ばっかりで、ね、見る方がいなければ、はい、サクッとやめようかなと、まあ、その辺は、ね、あの状況を見て、そうですね、こっちも気軽にね、はい、やりたいと思いますので、はい、明日の、はい、何時 ?8 時半明日の8時半からですね、はい、ライブ配信を行いたいと思いますので、はい、まあ、お時間のある方は、ちょっと覗いていただいて、はい、あまり人がいなければあのスルッとサクッと、やめるかもしれないという寂しい、まあ、軽いな軽い感じで、明日は行いたいと思いますので、はい、ぜひ、お時間ある方は覗いてみてください、はい、ということでまた次の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。まあ、そういえば伊藤さんなんかコストコのお土産忘れてきた。はい、コロッと忘れました。すいません。なんてこったい。